堀本武功1月8日台は、日本の国際政治学者、岐阜女子大学の客員教授、公益財団法人日印協会委員の研究センター上席研究員、国立国会図書館の調査及び、立法交差局局長、直美学園大学,大学大学院教授、京都大学特任教授、拓殖大学、放送大学客員教授などを歴任。専攻は、 国際政治学、地域研究、インド政治、南アジアの政治、陰中関係、印米関係など。博士。日本を代表し、国際的に活躍するインド外交研究者である。中央大学法学部卒業後、1968年より、インド政府小学生として、デリー大学大学院政治修士課程に2年間留学、その後に、 国立国会図書館に入館した。長年のインド研究に従事した解雇として、以下のようなエピソードがある。国会図書館入館当時、著名なアメリカ研究者から、なぜインドなどに行ったのかと尋ねられ、発奮して、インド研究を中心に取り組み始めた。さらに、在インド日本大使館政務担当専門調査員の経験が、研究の本格化につながった。そして20年後、 その著名研究者から、インドをやっていてよかったねとの言葉を得たことから、長年の活動がにぎらわれたと感じたという。デリー大学での留学、国立国会図書館での調査研究活動に取り組み、在インド日本大使館専門調査員として、フィールド研究を重視するインド外交の包括的研究を継続した。インド国内政治、外交政治において、業績を積み上げた。 特に1990年代より日印、印米、印中関係にも研究対象を広げるとともに各大学の学部、大学院において指導を続けた。現代インド外交政治については特に日本、インドアメリカ、中国というキーワードを軸に論を展開している。また日本を代表するインド専門家としてインド、アメリカ、中国などにおける 多数の国際会議に招待されており、その発言は議論をリードするものとして各国研究者より高く評価されている。マスメディアにも頻繁に登場しており、NHK のクローズアップ現代はじめとして、時事解説、ニュース解説番組での番組出演は40回を超えるという。朝日新聞などの新聞、岩波書店の月刊誌、世界、 中央公論などの雑誌に多数執筆しており、現在に至るまで論壇で盛んに活躍している。スティーブン・ T ・コーエン、インディア、エマージング・パワー、ブルキングス・インスティチューション、2002、ウィリアム・ G ・ハイランド、クリントン・ S ・ワールド・リーメイキング、アメリカン・フォーリン・ポリシー、ISBN 978から0275963965、プラガー、1999、 ありがとうございます。